じゃあそれでは、はい、早速チャレンジしていただきましょう。じゃあまずは山田ちゃん。山田ちゃん、私が一番最初ですか、はい、コーラコーラ生ビールウーロン茶、ちょっと一遍に注文しないでください。一遍に頼まれたらどうしたらいいのか分からないわ。大丈夫、この子はまさか殺人よりも破壊よりも答えよりも求めないビールも嫌いくて、それは骨髄をもらえる。そうやな、今のネタはどうですか、まあ、とりあえずスタジオの外にコウモリ集まってきたそうです。違うのよ、もうちょっとね、うん、ちょっと重たい感じの声ね、大丈夫の言い方を、うん、ちょっとね、大丈夫みたいないい声でいきましょう。男前声、男前声、うん、分かりました。続いては村瀬さえちゃんです。村瀬さえちゃん大丈夫かな、頑張ってさえぴー。大丈夫、この子はまさか殺人よりも放火よりも強盗よりも最もやってはいけないこと、それは交通費をもらいながら自転車で買うこと、バイトリーダーです。バイトリーダー、頑張った、頑張ったですか。いやいや、そう、なんかこうババババババッと言ってたかった感じしない、ちょっとっでもその低めの感じでね、うん、ちょっと真似したんです、首なんかこうちょっとね、最後のね、ハイタッチやったじゃないですか。なんかわーみたいな、はい、ああいうノリが嫌い。なんかこう、サッカーとかでもこうハイタッチとかする感じなんかなとか思って。そこまで見られてるんですよ。なんか普段からなんか、いやいやいや、ね、いつまでそこにいるの、早く下がって。